大型ワークの高精度自動測定を実現する次世代の検出器回転型新エンド円筒形状測定器ロンコーダー EC5100。 測定管理は自動車、工作機械などの大型構造物に使用される部品の精度向上に今や欠かせない技術となっています。ロンコーダー EC5100 の測定空間は X 軸 800mm、 Y 軸 460mm、 高さ 1050mm、 積載質量も 200kg と大型の重量物にも対応可能で、細物台を左右に大きくスライドできるので大型ワークも簡単に設置可能です。実際にシリンダーブロックのボア測定の様子を見てみましょう。テーブルは X 方向に、低ピッチの自動送りができます。これによりシリンダーブロックの多数のボアを測定管移動しての自動測定が可能になり、深淵度、円筒度、進捗度など様々な測定項目を最大128断面まで多項目連続自動測定が可能です。検出器の姿勢をワンタッチで自由に変更することができますので、深穴、平面、傾斜面などの測定箇所に素早い対応が可能です。また測定物にマッチしたスペシャルアームをオプションで製作しています。世界最高クラスの回転精度を誇る EC5100 の検出器回転部、ロンコーダーの心臓部といえる検出器回転部には、小坂研究所オリジナルの多孔質制圧空気時空家を採用しています。制圧空気時空家は加圧空気を絞りを通して時空家の隙間に流入させ、その圧力によって軸を浮上させる構造です。高い時空家剛性を得るためには小さな径の絞りを数多く設ける必要があります。多孔質制圧空気時空家は微細な絞りを時空家面に一様に分布させることで剛性、負荷能力がより高く、変荷重、外部振動に強い時空家を実現しました。分布圧力を分散し安定性が良いので高い回転精度が得られ、空気消費量も少なく経済的です。次に上下動軸の進捗度測定精度を見てみましょう。回転精度と複合させて上下動軸を測定すると、円筒度と同時に上下動軸の進捗度が高精度に測定できます。EC5100 はリアルタイム形状表示が可能で、1円周あたり8192ポイントの高サンプリング数で微細な形状測定も忠実に行えます。表示倍率を変更することで拡大縮小も簡単です。多岐にわたる測定条件が系統的に整理されたウィザードを備えていますので、簡単に設定が行えます。200kg までの大型ワークで高精度に自動芯出しと自動傾斜補正が可能です。
怪物台をジョイスティックで操作することにより微作動が容易に行え、オートストップスイッチによりワークへのアプローチも手早く簡単です。特殊な形状測定では絶対に欠かせないセーフティー機構付き検出器を装備しました。誤操作により検出器をワーク等にぶつけてもセーフティー機構が働き、自動的に停止し、ワーク、スタイラス双方に配慮されたシステムとなっていますので、特に内部測定に最適です。検出器の上下動スピードをさらにアップし、大型ワークへの対応と測定作業の効率化を図ったロンコーダー EC5100。 世界の測定機器メーカーに誇る技術力、力強さ、測定現場できっとお役に立てる測定器です。